カズマリオです。今日は、群馬県の川口湖の横にあるバーベキュースペースですね。ですね。キャンプスペースに来ております。イエーイイエーイ。こんな感じでは今からテントを張っていきたいと思います。今回建てるテントはこれですね。キャプテンスタックのワンポールテントになってます。はい、知ってますか？知らないです。テントはちなみに建てたことはないですね。初心者ということで2人とも。はい、はい、では立てていきたいと思います。はい、グランドシートを置きます。角に棒をさしていきます。下のシートのサイズちょっと間違ってしまって大きめのを買ってしまいました。高いよ。じゃあ叩きましょう。今日はなしでやります。はい。ハンマーも忘れました。なんでいつこんな動きにくい服装で来たの？マジで？見て。タッコ。スカートで来てます。衣装チェンジ。どう？座り心地どう？甘いな。真ん中にポールを立てていきます。これをここの真ん中に入れるんです。プールの匂いするそう？そう。この布をかぶせます。はい、これスカートスショーみたいな。スカートスショーみたいな。というわけでテント完成しました。結構2人とも初心者でも10分か15分ぐらいで建てることができたんで結構簡単なテントになってます。では中見ていきたいと思います。中はこんな感じになってます。広い？これおしゃれな枕ですね。これはニトリで買いました。あ、中結構広くてあったかい。寝るとこんな感じになります。多分本気出したら4人ぐらい寝れそうな。本気出さずに2人ぐらい。結構広めのテントとなっております。はい、テントの乾燥がはい、というわけでテントが無事立てれました。すごいうまくいったような気がする。カンプルでキャンプの動画とか、あと日本一周ですね、はい、車中泊の動画とか上げてますんで、よかったらチャンネル登録お願いします。以上です。バイバーイ。バイバーイ。
いいよ。うわ、いや髪の毛えぐいわ。